小アジサイはアジサイカアジサイ属の落葉低木。別名、芝アジサイとも呼ばれる。アジサイよりも全体に小さく、過剰には装飾毛がないのが特徴である。落葉紅葉樹の低木でよく枝分かれして株立ちし、樹高は1から1.5メートルになる。樹皮は肺褐色から茶褐色で縦に裂けて薄く剥がれる。枝は高色で毛が生えている。 葉に長さ1.2から4センチメートルになる傭兵があり、枝に耐性する。葉の形は、卵形から等卵型で、先は栄線形、基部は円形、または広いくさび型になり、長さ5から8 5センチメートルになる。葉園は、規則的で大きな巨子がつき、葉の表面、裏面ともに毛が散るうし、芽吹いた葉にも毛が多い。花期は6から7月で、 計5センチ径5トルほどの果樹を枝先に複参拝状につける。アジサイ属に特徴的な装飾毛はなく、すべてが普通花で両生揚だけからなるのが特徴で、白色から単性色の五弁花が密集する。一つの花は直径約4ミリメートルで湯水が10本つく。果実は直径3ミリメートルほどの果てで学編が残る。東芽は 即芽の先端が内側に曲がって枝に耐性し、枝先の蝶芽は小さい。調整即芽は大きく、蝶が2つついているように見える。頭芽を包んでいるガリンは5から6枚付き、毛がある。即芽のすぐ下にある葉根は三角形や V 字型で、遺憾タバコンが3個付く。冬でも果樹や枯葉が残ることもある。日本固有種で、本州の関東地方異性、四国、 九州に分布し、山地や丘陵など、山野の明るい葉や市内や林園などに自生する。本種は、山野の自生種は、珍しくないが、栽培は困難である。そのため本種に代わって栽培が容易で、花が似て花好きがより良い奥多摩小アジサイが、小アジサイと称して栽培されることも多い。APG 体系とクロンキスと体系では、アジサイに分類されるが、古いエングラー体系では、 雪の死とかに分類されていた。ありがとうございます。